そうですね、右です。こっちから行かんかったっけ。クマ出没注意看板が貼ってあるぜ。トイレここですな。どれ、これ、トイレ、これ、もうちょっと奥、もうちょっと奥。あれダブじゃないか。だろ、あれ通り過ぎたんだ。じゃあこっち、何が行けないよ、こっち。あ、ここどこだ。なんかルール決めときます。どういうルールや。動物見たら、それが何であっても、タヌキであっても、車に一旦全力疾走で逃げると。当然やろ。はい、やってきました、松谷ダム。今かっちゃんがちょっと準備中なので、問題のトンネルを移しつつやっております。あのね、割と周りを今警戒しているのですよ。その理由として、あれ、あの山の中で散々鹿とか見た我々だけど、すでにタヌキと、鹿と、クマを目撃していて、外に出ているのが心へし折れるレベルにやばいので、だから光を、なんていうの、あちこち向けて反射してるとこはないかって無駄に警戒中でございます。ああ、メモか、はい。じいちゃん、どうもどうも。はい、さあ、今日は、中尾、中尾根トンネル、まあ、マスタニダムのトンネルって言った方が分かりやすいですかね。ん、マスタニダムのトンネルって言った方がの方が早いんでしょうかね。多分分かりやすいと思います。ではね、今日はここをね、ほら、本当だ、ライトがついた。本当だ、びっくりした。見て、いや、今暗い方がいいのに。ああ、声聞こえるね。うわ、なんかカエルの鳴き声みたいな、なんか変なダミ声の声が聞こえるんだが、なんだ。はーい、今から、何だ、トンネル、はい、中尾根トンネル、中尾根トンネル行ってみます。映ります？でもさっき声聞こえたよね。はい、なんかあの変なダミ声っていうか、そういうダミ声みたいなでしょうね。いや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 、本当に今多分こっちだと思う、声が聞こえてます。おお、
すげえ耳障り。耳障りとは。聞こえんこれ。いや何も。トンネルの切符下りが怖い。いや、あなたが映ってたけど、野生動物も何も多分映ってないよ、だってシャッターもつかねえ。それは多分ライトの光が薄いから。来て、ほら本当だだろう。もう一回、もう一回ほら、真っ暗謎ですな。カメラが不調な。さっきはずっと撮ってない。はい、あなたが息かけられた後。うん、息がかけられた後。全く撮らなかった。ダメだ、電池がねえとか。え、見せて。満タンだ、電池。何やろ。そして多分この辺りじゃないかな。あの声かけられたっていうのがカーブに差し掛かる手前ぐらいだったから、うん、いかが。今やっと分かった。ズームズームこうやってシャッター押しとったらズームがビビビビビって勝手に動いていっとるの。何なんだ本当に。分からん。映る映る。今こうやって映そうと思ったらさ、うん、勝手にここにビビビビビってまた伸び始めた。壊れてんのかなぁ、デジカメ。壊れてんじゃねえか、こんなにも映すらこうで。さあ、ちょっとね、異様な雰囲気の場所ですね。霊感的にはどうなんです？いや、無言はやめようよ。いや、無言っていうよりも。解説が欲しいです。別にさっき雲が一匹いたぐらいでなんていうの、虫も特にいるわけでなく、動物がいてないのがありがたかった。そう、動物もね、中に待ち構えてるなんてこともなく、そうありがたいやら。綺麗なトンネルですけどもね。
といてほしいな。俺てっきりこっち側に誰かいるのと思ったの。誰かいたんかな。僕らより先に誰か来てたんやない。可能性はなきにしもあらずなんだよ。後ろからビチ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 感じるのも嫌だな。それはしっかり追ってこられ、追ってこられてる。でかいな。さあ出口に着きました。はい、着きました。いやー長い、怖い。息吹きかけられた。何でいるの確かに。本当にあなたにちょっかいかけるろくでもないやつがいるっていうのは分かった。いや、ちょっとビビった今。でも歩行者来るってことは誰かが来るんだろうな。あなたのセンサー的にまだ正体わかんないの？男女とかそういうの。いや男だろうね。息かけられ、息吹きかけられたのが俺じゃなくてよかった。でも何かがおることは確かですよ、ちょっかい出すやつは。それは声かけてくるようなこともあり得る。そうだな、あり得るな。思わぬ収穫だぞ、これは。これはちょっとすごい挑戦飛んでる波だね。ああ、そんな、なんていうの、初心者にはハードル高いところですか。高いな。この辺が一番やべえな。ああ、やっぱり顔ぶり差し掛かる手前。ちょうど真ん中あたりがやっぱりだ。はい。ああ。珍しいね。やっぱりあれだよ。あ？車に反応しないよ、あのセンサー。No. なんで暗いんだって俺思ったの。さて。はい、では、梅井君ご苦労様でした。お疲れ様です。はい、お疲れ様でございます。どうでした感想、ここのトンネル。梅井君的に。相変わらず俺は無傷よ。こうやってこんな感じ、こういうふうに感じ。ああ、普通に嫌がらせだね。うん、嫌がらせなんだろうな。ここにルートがあったら朝鮮トンネルとマジで一緒になるんだよ。でもすごい動物臭が。そうね、あんまり深入りしすぎて動物に会うのもあなた的によろしくないからね。でも別に新しいトンネルなんだよね、できたのは。そうですね、どっかに書いてないかな。書いてねえな、向こうだなきっとこれ。うん、